朝食を食べに行きます。忘れないうちに報告なんですが、このお風呂はずっとオルゴールみたいな曲が鳴ってるタイプのやつです。僕は気になりませんでした。結構霧が出てるので、今日は、ちょっと出る時間に合わせて作戦を考えないといけますね。今、汗気までが明細していただきます。汗気立ち替えでございます。まあオーソドックスな書いても朝食って感じです。すごいガスってるんですよね、この、まあ、山ってこんなもんですかね。北西に進みます。安比高原森のホテルさんを出ていきます。なんか全然想定してなかったんですけど、めっちゃ幸運なことに晴れてきまして、まあ、ちょっとだらだらしてたってのもあるんですけど、多分あのテキパキと準備を整えて早朝に出ちゃったらもうちょっと雨だったと思います。およそ100メートルということで、なんと5キロメートル道なりです。奇跡的に行けることになったんでアスピーテライン行っちゃおうと、まあすげえ余裕あったら十和田湖一周とアスピーテラインどっちって思ったんですけど、まあ、十和田湖は奥入瀬行ってちょっと十和田湖見れればまあいいだろうということで、多分なんとかなんじゃないかなということで、そのアスピーテラインに、まあ、あと岩手のこのいい感じのドライブスポットみたいな、このなんだっけレインボーロードって以外行ってないんで、まあちょっとそれもあってちょっと行きたいなというふうに思います。で、森のホテルさんなんですけど、あの昨日の夜結局2階貸し切り風呂借りて、でまああれ良かったですね。で、朝最後用紙貸し切り風呂また行っちゃおうぜと思ったんですけど、なんかダメでした。あのもう閉まってました。で、じゃあってことで大きめの風呂行こうと思ったら、まあ、そこ空いてたんですけど、ちょっと臭かったっすね、まあ、基本的にいいあの温泉なんですけど、あのすごいコスパのいいところなんですけど、ちょっとあのなんか美容を売りにしてる感じなんですけど、ちょっと女性は嫌がるかもなみたいな、あの田舎のああいうところ慣れてる人だったら全然いいと思います。まあアジアだししょうがないかなみたいな、すいませんそういうことで、で今日から2日は青森市で2連泊ですね。なんかまあ安いところ、ポイントで日頃のポイ活の成果が出まして、まあ、ポイントでがっつり泊まれちゃうことが分かったので、まあ、それでいいやということで、まあ、日差しちょっと強めですけど今ギリギリですね。うん。でもとにかく、いや映ってるといいんですけど、空が本当に綺麗。いやいいですね。やばい、後ろから車来てる。なんかすげえのんびり走ってたら、で外気温26度。いや超ラッキーですね。多分雨降ってくれたおかげで気温下がった、温度下がったんですよ。いやそれのおかげで、またあの昼ぐらいから雨になりだすらしいんで、まあ結構ドライブ急ぎ目、まあわかんない、あの岩手方面はダメらしいんですよ、あの昼ぐらいから。で青森方面は一応曇りだけど雨降んないよみたいな予報ではありました。なんでちょっとあのそれにかけて行こうかなと思います。まあ、でもこのレインボーライン結構あの好きですよ、僕。あ、多分アスピーテなんたらまあみんな大好きって言ってるんで、あのちょっと中上級者向けなんですよ、僕みたいなやつだと。まあ、いやもうすげえこうあのワインディングだなって感じなんと思うんですけど、本格的なワインディングだなって感じだと思うんですけど、いやごめんなさい、僕、いや正直こんなんでいいっすわこのレインボーラインぐらいの感じで、いやもう十分っすわ。ちょっとあの下り坂だぞ、だからちょっとあのエンジンブレーキに変えるかみたいな、そのぐらいのあの感じで、でカーブを次ちょっとでかいカーブが来るぞみたいな、いやこんなもんでいいっすこれ長いけど超緩いんすよ、カーブ、あのロール全然ないいや安心安心。
あとなんか思い出したんで、あの忘れないうちに言っとくと、なんかオートマ話なんですけど、あの僕オートマ のスポーツモードと右方向です、お気をつけよう、ここからなんか話を始めようとするとこうやってあの分岐が出てくるわけですよちょっと減速していこう、もうすでに減速していこう、はいはい、次90度ターンね、であ止まれなのね、はいはい、止まるよ止まるよ、右方向止まるよ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 、停止線これどこなの、まあ、なんとなく勘でここら辺で止まっておきます、で誰もいませんが一応なんかお、はい、うわーめっちゃなんかめっちゃ右側、あこれがアッピノスキー場なんだ、映ってるかな、多分映ってると思うんですけど右側、あーここなんだアッピノスキー場、あそうそう、オートマ話なんですけど、オートマスポーツモードとマニュアルモードにした時にあのなんかめっちゃあの IDM のスコア下がるんですよ、あの原因はもうはっきりしてて、僕はあのブレーキ割とパッと離しがちなんですよ、ゆっくり離さなきゃいけないのに分かってなくてパッと離しがちなんですよ、でもあの純粋なノーマルモードだとなんかその時にまあ割といい感じな、多分ギア高く入ってるんで、あのあんまりエンジンブレーキ効かないこともあって、まあ、あのブレーキパッと離しちゃってもそんなにあの IDM に加速減速で怒られないみたいな、そういうことなんですよね、でなんかあのそういう感じであの割と初心者の方はやっぱ快適にガックンガックンせずにあの旅を続けるんだったらまあオートマなのかなとかちょっと思っちゃったりはしました、すいません、あのマニュアルでできるようになったらかっこいいと思うし、それを練習していくっていうのはあの素晴らしいことだと思います、あの下手ねな話ですいませんでした、じゃあまあ、あでもなんかあのなんか結構こうところどころ、いやなんか綺麗なこうなだらかな坂とかあの、花が植えてあったりとかしてなかなかこう見どころがあって、ここもカットできないですね、ちょっと熱が心配なんですけどね、あの GoPro も、うん、なかなかいい感じの下り坂です、アッピ高原やっぱり高原だったんですね、結構下ってますそんなあのまあでも結構あのそうそうあのホテルでなんか布団が厚手の布団しかなくて、えっあ夏だよ薄手じゃなくていいよって思ったんですけど、あの寝始めの時はちょっとあのいやこの厚手の布団じゃ寝れませんって感じでちょっとあの別の対策を立てたんですけど、なんか夜中ぐらいに起きて寒いなと思って厚手の布団あの出しちゃいました、いやさすが高原ですね、いやさすがだなと思いました、8月の真ん中ぐらいに来たらもうなんかあの布団じゃダメって完全にダメだったと思うんですけど、ちょっと9月の頭ぐらい今年は、分厚い布団の出番があったということで、なかなかアッピ高原ハッピーでございました、あ違うやアッピ高原高原でございましたアッピ高原はアッピだよアスピーってとは何か、あ右方向です、あここの角間違えると結構、あなんか右側すごいなんだろう牧場みたいな感じかな、なんか公園なのかな、いやこれ牧場じゃねえな、なんだろう、なんか右に字が書いてありますけど読めません、多分この方向では読めないでしょう。あ、始まったいみ。はいはいはい。あ、止まれね。はいはい。危ない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 。はいはい。まっちゃん市場なる道の駅があります。今回はまあまだいいでしょう。はい。え、止まりました。はい。お、絶対大丈夫って言おうと思ったらトラックが来ました。危ねえ危ねえ。オッケー。じゃああのトラック様と3キロメートル道なりです。トラック様とアスピーテラインを目指してまいります。まあ、しばらくはこんなもんかな。なんかあの道の向こうというか、はい。なんか目の前の
山がいい感じ。あ、結構ガスってるなこれ上の方。どうなるかな。まあそんな大雨にはならないと信じて期待して、まあ最悪多分結構止められると思うんで、この感じでめっちゃ混んでるってことないと思うんで、まあ割とスッと止められると思うんで、まあ屋根閉じるみたいな感じで行こうかなと思います。なんか日本の道ってのはどこでもなんかよく見ると花畑とかいろいろ花壇とかいろいろ整備なさって、いやまあ普通に自分の家を飾ってるだけで道をなんかあの彩ろうなんと思ってはいないのかもしれませんけど、まあ、なかなか風光明媚ですね。風光明媚なんていうんですかね、なんかいい感じ、あのみんながちょこ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 花を置いてるみたいな、いい感じじゃないですか。松川温泉とかいうのかな、なんか松川温泉なる、宣伝みたいなのが、看板みたいなのがありました。でここを右、あ左が松川温泉で、で右側がこれアスピーテライン、アスピーテラインと、そうそう樹海ラインってのがあるらしいんですよ。で見た感じ樹海ラインなんかガチっていうかやばそうな気がしたんで、やめました。あここも、あここどうしようかな、まあいいや、このままいっちゃうか。はい、自転しました。ああこれ回る人でしょ、回る人だからまあ大丈夫でしょ。左、はい、OK、 はい、OK です、 OK です。 16km 道なりです。あれこれもうアスピーテちゃん、あアスピーテ臭いっすね。アスピーテ来ました。おう、あなんか樹海ラインの方がいや激ヤバな雰囲気を受けたんで、なんだっけな、まあ、忘れました。なんか説明見た時に、あこれなんか雪のどっちも基本的にはアスピーテも樹海もなんか、いやどっちだったっけな、なんか基本的にはあの雪降ってる時に左右にこうドーンってこう雪の壁ができる系のやつだったと思うんですよ確か。違ったかな、まあ少なくともアスピーテはそうで、でどっちかっていうとそっちを見えたにどうもあの普通は来るらしいです。だから僕はあのごめんなさい何度も言うんですけど雪も冬も嫌いなので、この夏の爽やかな、アスピーテラインを駆け抜けてまいります。オープン走行で駆け抜けてまいります。まあ結構車通りありますね。うん、適当に止められると思ったんですけど、この狭さだと止めてたらまああんまり褒められたもんじゃないですね。高速道路で止めるのはもう完全に違法だと思うんですけど、ここもあの止めなくて済むだったらまあ止めないんですみたいな、なんかみたいな、あ右側の方ちょっと余裕あるな、まあ、最悪なんか右側の方がちょっと分厚めの路側帯というか、なんかピットインみたいなことできそうな雰囲気もありますね。まあ、とはいえここもアスピーテ、あのカーナビ的にはもうお前アスピーテいるよって言ってるんで、アスピーテです。私は今アスピーテラインを走っております。おう、あでもなんかそんなにあのなんかワインディング、あこれからなのかなそれほど、あここ結構お結構きついな、これ。おう、峠道っぽいやつがまずありましたね。で、なんかちょっとつくばフルーツラインだっけな、あそこを思い出すな、ノリ的に。あのつくばフルーツラインよりもあのなんかあのドライバーに優しい感じ、あのつくばフルーツラインあのご存知の通りあのなんかガコンガコンするあの スピード出すなよブロッカーみたいなのとか、まあ、いっぱいあったりするんで。まあ、あんまりウェルカムさを感じないんで、あそこすんませんっていう気分で走るんで、まあ、僕はね何これ、なんたらスノーシェルター、なんたらスノーシェルター意外に今カーブきつかったっすよあこんな曲がるんだと思ってびっくりしちゃった。
に多分ここ曲がった後になかなかなやつあるんだ。シェルター内、あ、またシェルターあるんだ。あ、シェルター内は徐行なのね、うん、はい、まあ、徐行が徐行だからこそ、あ、もうめっちゃシェルター内っつうかなんつうか、もうめっちゃすげえカーブなのね。まあ大丈夫、俺こんなところさハイスピードで行けないかな。いや無理やから、せっかく人いないんだしさ周りに。あ、そうだ、オープンだから完全フルオープン、あの両方、いやー気持ちいいなこれね、両方のあの窓を下げました。これ東京帰ったら絶対できないやつ、しばらくできないやつ。イエッフー、あ、いいな。あのなぜか IBM もあの青で、今お前いいぞみたいな感じになってます。でご報告なんですけど、今起きた事件なんですけど、カーナビじゃねえや、あのこの旅始まってから新しい iPhone のスタンド、結構1万円ぐらいするやつ、いや結構いいの欲しいなと思って買ったんですけど、今ボロッと取れました。あの両面テープで固着するやつで、両面テープこう苦いあの思い出があったんで、ちょっとどうかなと思ったんですけど、ちょっと弱い両面テープだったみたいですね、うん、なんかあのはい、うん、ちょっと商品名出すかどうか分かりませんか。おう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 、お、青でいる。あ、白くなっちゃった、白くなっちゃった、 IBM 白くなっちゃった。あ、まあスマホホルダーの位置はまあ要検討ですね。次どこ置こう。あー、また白くなっちゃった。いやこのスノーシェルターって青森の山の中もあんのかな。そうそう、昨日の夜、いや全然何の誰にも何の共感も得られないと思うんですけど、なんかあれ明日青森じゃねってなぜか気づいて、いや気づいたっていうか、いや元々その予定だったんですけど、なんていうかピンと来てなかったみたいな、あれもうついちゃったのみたいなすげえ遠いと思ってたんで、まあさすがに何日目これ。いやーしかしあの涼しいです、最高です、最高でございます。外気温25度、ちょっとどうなってるかな、窓ガラスちょっと点々とついてるんですよ。だからカメラもひょっとしたら水滴ついてるかも。昨日ちょっとチェックしたら浄土ヶ浜みたいなの行った時にめっちゃ水滴ついてたんですよね。めっちゃエコンはちょっと定期的に泊まって、なんか拭くか、念のためなんか泊まれるぞ、あ、ここ泊まれるぞポイントじゃん、ちょっとここでええやんええやん、こうやってちょこちょこメンテしていこう。いろいろメンテしまして、でカーナビスタンドも取り付け直したんですけど、また落ち上がりました。もうダメです。あ、実はちょっと両面テープいろいろ問題を抱えているので、両面テープこう常備の両面テープがあるんですよ、常備薬みたいな感じで。やってみるか、取り付け直してみるか。ちょっとこのカーナビスタンドにはもうあと2回ぐらいのチャンスを与えますお、結構ここすごいよな、なんか大したことなさそうなカーブに全然いけるじゃんと思ったら曲がれないですよね。お、あれは、あ、今のは S6 か。今の S6 ちゃんオープンしてませんでしたね。こんないいとこなのにオープンカー同士さ楽しんでいこうぜ。お、下り坂のかつスノーシェルター、ここでマニュアルモードが、マニュアルモードすでにオンでございます。ちょっとこのカーブの前ぐらいでブレーキではなくギア落としてみたいなやつ、まあ、全然低速だから何の意味もなかったお、すげえモックモックしてる、目の前の山モックモックしてる。ちょっと元に戻すか、
松尾鉱山跡、なんかゼケポイントみたいな今カメラマークあったんですけど、なんかあの今日こういうところってなんか絶景ポイントだよっつって、あの休んでねみたいなところないの？はい、ないみたいです。まあいいや。でもなんかあの黙々ゾーンはもうちょっと先行っても見えんじゃないの？あのね、なんかちょっと前に上り坂の後のカーブがありますよ。あれ上り坂でちょっと、あ、上んなきゃっつってアクセル踏んだところでギュンと曲がるんでしょ。で俺うろたえちゃうんでしょ。知ってる知ってる。ほどほど、あのね、人生ほどほどってのが一番難しいんですよね。アクセルほどほどなんてね、もうほんと難しいからあれしな。あ、そんなにきついカーブでもなかった。きついカーブじゃないや、きつい上りでもなかった。なんかゆったり、お、なんかすごいな、モックモックしてる、モックモックしてる。でここで何か何やら工事とかなさって、なんか 東北電力さんがここで地熱発電とかしてそう。めっちゃモックモックしてる。あ、地熱発電だ。地熱発電ですね。で、お、ご休憩所があるので、ちょっとおトイレ休憩をしながら、このモックモックポイントを、モックモックポイント、なんかカメラで撮影したりとかしようかな。お、ええやん、ええやん、なんか。ええやん、ええやん、いろいろ休憩できるで。やっほー。なんか、有毒ガスエリアに備えて、とりあえずマスクつけてみました。あんのかな、わかんないですけどね。あったら、なんかこう、あの、さっきの温熱発電所みたいなところの、お、すげえな。こうやっぱあの、温泉っぽい匂いしましたね。あの、トイレみたいなところ、まあなんか国立公園、の中ってこともあって、なんか最近作られたんですかね。なんか結構あの綺麗な新築のあの木造の匂いのするあの建物でした。なんかこのなんここら辺なんたら鉱山だったらしいんですよ。でかつてその日本を支えたなんたら鉱山みたいなあの写真みたいなのがそのトイレのところにあったんですけど、その鉱山のせいでなんかこう山こう切り崩されちゃってるのか、もともと崖崩れしやすいのか。いやこれ多分、あ、あ、びっくりした。なんか左に曲がるのかと思った。右ね、はいはい。あ、これ、あ、分かった。なんかモックモックしてるなと思って、なんかモックモックしてるなと思って、あのなんか山腹からこう湧き出してんのかな、その温泉みたいに。なんだっけ、浄土ヶ平だっけ、浄土平だっけ、まあそこら辺みたいにもっくもっくっき出してんのかなと思ったんですけど、多分なんかあの煙は地熱発電所から出てるやつで、そんな有毒ガスとか多分出てないですね。いや、あの浄土平のあの有毒ガスはちょっとガチだったちょっと時期によってはマジ有毒ガス出てる時期もあるのかもしれないですね。あれは、いや、ちょっとあれは本当知らなかったとはいえ、ちょっとオープンカーでやるときは有毒ガスがあるかどうかも調べなければ。いや、どこで調べんだよわかんないっす。一応気がついたときに有毒ガスって検索することもたまにしてみます。いや、絶対忘れると思うんだけどな。ドライブに行こう。ちょっと有毒ガス気をつけなきゃって絶対思わないと思うんだけどな。なんか雨降ってきたと思って屋根閉じたら、でいろいろセットアップしたら 24km 道なりです。あれ、止んでるじゃんと思ってまた開けちゃいました。だからちょっと、まあ、ちょっといい感じの、もうちょっと多分山頂とかに行くといい感じの景色が、いやー、今日ガスってるからな多分高原みたいな、なんだっけ、伊豆の高原みたいなやつがあると思うんですよね。なんか確かあったっけ、あ、なんか見えてきたじゃん、それっぽいじゃん。ちょっとそこまで頑張れれば頑張りたいな。なんか結局オープンでも、はい、ガスでした、はい、終了みたいな感じで終わるかもしれないですけど、まあね、せっかくだしチャレンジしなきゃね。
多分そんな、いやわかんない、山の景色が変わりやすいっていうからあれですけどね。おなんかみんな止まってるぞ、ここわかんないけど、ちょっとおっと、なんかあそこ、あなるほどね、車で見えるぞっていうベストスポットで、あの方駐車待ちしてたので、ね、いいの、いや真っ白で何も見えません。はい、ダメです。まあなんか雲海の中を走るって感じですね。あーなんかレンズにあの水滴ついてました、はい終わりってなりそう。ここ費用対効果というか、そんな頑張ってもいい絵にならなそうな気がしてきた。単純にこうあの涼しい山道を走れるぜみたいなところを、まあ、楽しんでいくような感じにした方がいい気がするね。まあ、絵的には楽しくないけど、あそうそう完全フルオープンだった。やっほー完全フルオープン。え何源田岩、なんか岩があるらしいけどわかんない。なんかここも、いやここもね止まってもねガスで見えないと思うんですよ下は。だからなんかあのどういう可能性があるかな。あそうそうこういうさあのなんか今右側にあるような、あなんか伊豆高原とかそういう感じの高原来たぜみたいな、こういうの割といいじゃないですか。あ晴れてたら下すげえ良かっただろうな。まあでもちょっと上の方雲海というかもうこんな感じになってるのは目に見えてたんで、まあしょうがないですね。おロードスターだ、お やりました。1夜 A 決まりましたよ。取れてないと思うんですけどね。いやー1夜 A をあのハントできたんで、俺野営ハンターなんで。あのよし。あの結構気分いい本当に。あの今26度外気温、いやーあの爽快涼しいちょうどいい。多分このぐらいの時期がこの山のなんかこの道夏のドライブを楽しむんだったらすごいベストなのかもなーってぐらい、あの温度的には最高です。いやこの霧だけな、晴れたら完璧だったな。でも晴れたらあの日射すごかったと思うんで、まあいっか。難しいな。あもうちょっと1ヶ月ぐらい経った後に日射があるみたいな、日光があるみたいな、でなんかにちょっと肌寒いんだけど日光のおかげでもうむしろちょうどいいぐらいだぜみたいな、そういう時がベストなのかもしれないですね。なんたら国立公園、そう僕あの何にも知らなくて八幡平ってよく聞いてたんですよ。確かに八幡平と和田湖何キャラかんたら聞いてたんですよ。あちょっと点々と来たな、あ点々と来たな、大丈夫かな、まあいいやめんどくせえから、ザーザーって来ないと思うんだよな。お、あ今本当にマジで雲海の中だったからポッポッとこう梅雨来たと。でここでちょうどいいからちょっと止まってやってクリーンすればいいんでしょう。おおお石畳越え、石畳で、よし OK。 はい OK。 あーなるほどね、雨降ってなくてもなんかあのあうなんか雲海の中に行くと雲海の中の水滴みたいなのがポツポツって当たっちゃうのね、なんか理科の実験みたいな、あの雲の中で水滴ができます落ちてきますみたいな、なんかそういうあマジで雲の中に水滴あったんだみたいなあの感じがしました。オープンカーならでは、いやんなことないけど、そんなことないと思うんですけど、僕は物知らなかっただけだと思うんですけど、車買ったらまあそう、でもね車買ったらなんか適当に点々点ってついてたら、あついてるじゃんつって不幸つって、あどっかで雨降ったのねみたいな、あ雨降ってんのかなみたいな、よくわかんねえやみたいな感じで終わったと思うんですよ。こうオープンカーだからこそそういう天候にこうセンシティブにね、これはどういうことだろうとかちょっとあのなんか考えるきっかけになるみたいな。結構晴れてきてね、結構青い感じ、いい感じ。やっぱ下はちょっとあの今シュッチッチッって見た感じだとあの雲海があってあの全然下は見えないですけど、これちょっといや雲海よりも今高くなったのかな、なんかあのここら辺はいい感じみたいな、あのいいっすよ、いい熊沼、
多分ね、ここね、下見れるとね、その熊沼なるものが見れるぜ、絶景だろっていうやつなんですよ。多分見えないからいいや。多分これ見えない。ちょっとこれ絶妙なバランスが求められると思っていて、絶景ポイントここかなみたいなところは、まあ、通りつつも、さっさとここ抜けていかないと本格的な雨になると思うんですよね。で今下り坂なんで、もう終わったの？なんかね、あ、黒、あ、ここから歩いていくとなんたら沼みたいなところに行くんだ。ちょっと今回は歩きで行くのはパスで行きたいと思います。このままドライブで、ちょっと十和田の方もあるんで、十和田もあって、しかもそこから青森までドライブしていかないといけない。まあ、今回残念なのはドライブ、十和田と青森の間に八甲田ってのがあるんですよ。青森市の間に八甲田っていうのも、まあ、なかなか思い出の地であったり、まあ、景勝地の一つであったり、絶対もうちょっと高齢者ぐらいじゃないと、もう僕みたいな高齢者ぐらいじゃないとちょっと伝わらないと思うんですけど、八甲田という映画が昔ありましてですね、ちょっと歴史的事実に基づいた映画なんですけど、まあ、その舞台になったところで、ちょっと歴史的なこう意味があったりとか、まあ、そういったいう戦前のシベリア出兵の訓練中の事故でどうのこうのみたいなやつなんですけど、そういう、まあ、名称ではあるんですけど、全く寄れないだろうなと、まあ、通過して終わりだろうなと、多分通過するとは思うんですよ。そこでひょっとしたらその休憩所的なところでちょっと止まって、で、ああなるほどね、俺ここまで来たぜみたいな。で、皆さんもなんかこういう思い出の地にやっぱり自分で車買って訪れてみるのは感慨がありますよみたいな、そういうもう予定調和だけど、だそんなもんじゃん逆にいやクソったるな気分が高まりましたみたいな、いや不快になるためにドライ、まあこういうことをして不快になりましたみたいなのを共有して、まあ、行くのも意義があることだと思うんですけどね。こういうところダメでしたみたいな、こういうところは避けた方がいいよみたいな、そういう可能性もまああるんで、まあやってるみたいな。あ、晴れてるじゃん。なんか日が差してる。晴れ、うん、下の方は見えないけど日が差してていい感じ。あー、ちゃんと GoPro で撮れてるかな。いいよこれ、これはいいよ結構。なんかこう、あー、雲でダメかなっていうのをこうやりくりして、晴れてくれましたやったーみたいな、そういうゲーム的な達成感ですね。この景観が何かこう他と一線を画すような素晴らしい景観かはまあ分かんない。まあ高原っていい感じだよねみたいな感じ。ここで、いや別になんか止まってもそんな、うん、なんかなんたら峠っていうのを一生懸命プッシュされてるんですよ。なんたら峠まで10キロだよ、なんたら峠まで10キロだよって言ってて、で、まあ、そこが名所なんでしょう。そこまでは晴れててほしいな、バッテリーも持っててほしいな、まあ、バッテリー交換しろって話ですけどね。いや、予備バッテリー今回大量でもないけど、まあ、買ったら快適ですわ。 GoPro は結構予備バッテリーで快適度が上がります。ただ完全にはなりません。なんか冷却システムみたいなのもつけたんですよ、ピンだけじゃなくて。それもいいっすね。で、まあ、キャンピングカーさんがこうゆっくりと走られておられるので、まあ、このペースで行くか、うん、なんかピーがあるからちょっとここら辺でバッテリー交換するか。おっ、と思ったらこの方も止まんのね。なんか向こうになんかあんな、あそこまで行くか。何あれ、あれがなんか何、なんたら峠だよ、なんたら峠だよみたいなやつ。わかんない、なんでみんなここで止めてんの逆に。あっちのなんか休憩所みたいなやつの方がいいじゃん。観光案内所からの展望です。
展望台みたいなのがあるので登ってみます。なんかもう GoPro が死に続けているので時間とのところです。お、ええやんええやん。おう、この高原のこう枯れてる木なんか風情ありますよね。持つか GoPro 左から。いや右の方だけでも晴れてくれててよかった。いやー焦げな感じです。 GoPro 安定した。じゃあちょっとあのレストハウス的なところも行って、かき氷やったらかき氷食べよう。あ、なんかこの伊豆高原館みたいなこの高原っぽいやついい。なんかこういうのがあるらしいです。ちゃんと見て回ると確かにちょっと見たいですね。面白いですね。まあ、今回はちょっと時間がありません。電力とか水とか少ないみたいなんで気をつけてねみたいな感じなので気をつけていきます。まあ、僕がなんか気をつけられるのはあのトイレぐらいのところだと思うんですけど、なんかドラゴンアイドラゴンアイいいぞいいぞって言ってるんですけど、うん、そんな近いんだったら行くけどね。お、地図がある。なんか歩きじゃないといけないみたいなんで、で20分って書いてあるんで、まあ、今回はちょっとやめておきますが、まあ、次回時間を作っていきたいと思います。時刻はないので、こちらでせんべい食品で地域貢献したいと思います。本当にないんだよな。でここ場所的にあの秋田青森岩手みたいなのがこう境目というか境界線なので、なんか手広くあのお土産があります。ドラゴンアイのなんか磁石とか欲しかったんだけどな。うん、ないということ。これかこれとこれ、これも追加でお願いします。はい、雨が降ったけど小雨になんか点々とすぐ3分ぐらい待ったらすぐ晴れちゃいました。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは旅ロードスター中心に発信していきます。心をオープンカーのように開いていいねチャンネル登録お願いします。